はい、こんにちは。今日はちょっとね、こういう、なんだ、車につけるアクセサリーをちょっと買ったので、これをちょっとつけるだけの動画です。で、なんかこういうね、ここの電源つけるやつと、あとこの車載カメラ用の、なんか、アームというか、そう、アームです。今回ね、こういうちょっとここの薄いタイプ買ったんですけど、なんかよく見たら MR2 結構、奥奪ったんですけど、まあ大丈夫ですよね。こういうとこちゃんと見てから買えばよかった。いや、でも大丈夫です。すごい、すごいなんか、しっかりした作りなんですけど、どっちが上でもいいのかな。まあ、デザイン的にはね。よいしょ。あ、OK。あ、めっちゃいい。あ、いいかも。ちょうどここ、ぶつかんないというか、何の邪魔にもなんないんで。あ、いいかもしれない。逆に良かったかもしれない。で、取るのもギリギリ取れますね、指で。痛いけど。まあでも道具使えば確実に取れる。よし、OK。はい。で、次に、車載カメラをね、どうしても動画撮りたいんで、つけたいんですけど、MR2 ね、ここが、革なんですよ。綺麗な。ね、ドラポー系ですごい綺麗にしてもらって、なんかここに、本当は粘着とかでつけようかなとか、思ったんですけど、両面テープとかで、GoPro の純正のやつとか、なんかもったいない気がしちゃって、あんまり、で、ここも革なんですよね。あとはまあ窓かなと思ったんですけど、せっかくこういう風に MR2 とかあって、あとまあ、窓が狭いっていうのもあって、ミラーがどんどん見えづらくなってきちゃうっていうのもあるんで、ここにつけようかなと思いました。このヘッドレストのアームのところ、ここに。まあ助手席がね、こう結構ヘッドレスト上に上げなきゃいけなくなっちゃうんですけど、まあそれはしょうがない。こんなような。ちょっと大きいかな。ああ、大きかったかな。挟めばいいかな、何か。おお、こういうの。ああ、今日雨なんですよ。ああ、ヘッドレスト思ったより細かったな。ああ、緩いな。ちょっと何か、挟まないと。よし、じゃあ何か挟みます。よっ、こんなんでどうだろう。まあ多少こう横には弱いよね、そりゃ。でもこれすごいいいんじゃない。あ、そうだね、助手席に乗る人のことも考えないとね。あ、いいんじゃない。お、どうでしょうか。こんな感じで、まあちょっとね、横にこういう風に揺れはするんですけど、それはしょうがないかな。はい、じゃあ今回はね、こんな感じに車載カメラ用のアームをつけてみました。まあもうちょい工夫すればちゃんと固定できるんかもしれないんですけど、ちょっと探り探りやっていきます。はい、じゃあ今回こんな感じで。はい、じゃあまた。